さあ皆さん、神奈川大学行ってみたいと思います。本日の英文法はこちら、4択文法を10問行ってみたいと思います。皆さん、この流れでございますが、この場で1問解いていただいて、でその後解説を聞いていただくと、そういう感じで10問行ってみたいと思います。そして途中で大事な情報出てくるんですが、それは皆さんこの動画の一番最後にまとめますからね。ですから皆さんは解くことと解説を聞くこと、これに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張りましょう。さあ皆さん、設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、まず問いの一番お願いします。皆さん、まず空所の左が found、 これの文型がポイントですよね。そうです、 find を見たら SVOC、 第五文型ですね。ですから皆さん、空所には目的語として存在できるものを選びましょうと。もちろん目的語ってのは名詞のことでございますので、選択肢 A の to は副詞ですので、これがまず×ですね。で、あと皆さん、ちょっと話変わりますので、色を分けさせてくださいね。で、あと皆さん、空所の右側、to 不定詞ございますので、これが一体何なのかを説明できる選択肢を選べばよろしいですね。ですから正解は D の it ですね。皆さん、it を選んでいただきますと、後ろの to 不定詞を指す仮目的語。もちろん、ここは目的語として働いておりますので、そういう名前がつきますが、主語の位置に置いていれば、仮主語の it と呼びましたね。それが今回、仮目的語の it として存在しているだけでございます。ですから、正解は D ということでよろしいかと思います。では、皆さん、問いの2番、お願いします。皆さん、これ真ん中にざっと説ありますね。で、皆さん、ざっとの右側見ていただきますと、まずは by 6 o'clock。前置プラス名詞でございますので、M。となってくると、the report が主語で、空所が動詞になってくるはずですよね。そして皆さん、選択肢の C と D の to 不定詞は皆さん、不定詞でございますので、動詞ではないですからね。ですから、残った選択肢 A か B かということですが、皆さん、空所の左側の動詞の時制を見ていただけるといけそうですね。過去時制でございます。ですから正解は A ですよね。過去時制を基準にこれから何々、それを表す場合はウッドということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて問いの3番お願いします。皆さん、これはハブという表現の右側に置けるものときたら一つしかないですよね。ですから正解は A ですよね。もちろん空所の前後で have been to、 うにゃうにゃ行ったことがあると。ただ今回は never という表現ございますので、私は横浜へまだ行ったことがありませんと。そういう内容になりますよね。ですから意味内容上も形的にも OK でございます。ですから A が正解ということでよろしいかと思います。テミさん、問いの4番お願いします。これ空所の右側見ていただきますと、 see と is、 動詞が2ついますよね。で、皆さん、動詞が2つということは接続詞が1つ必要ですね。ですから文頭空欄タイムを使って接続詞として働けるもの、もちろん正解は B ですよね。 every time、 でこれが whenever、 これと言い換え可能でしたね。うにゃうにゃするときはいつでも、ですから接続詞としての働きを持っている B が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの5番お願いします。これ空所の前後に as が2つおりますので、比較を示してますよね。ですから選択肢の B の such は不要ですね。でもちろん選択肢の C の出だしの so もいらないですね。で、トミさん、比較できるということは、品詞で言うと形容詞ですよね。ですから、一つ目の as の直後に来るのは形容詞でございます。ですから、選択肢の D だと、あが先頭に来ちゃっておりますので、ダメですね。ですから、形容詞、冠詞、名詞の順番になっている A が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、問いの6番、お願いします。これは be made うにゃうにゃですよね。もちろん、ボートは木で作られているということでよろしいかと思います。で、うんたらかんたらで作られると言われたら、b の of ですよね。be made of。ですから、これも単に熟語の知識を問う問題ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの7番お願いします。
そしてこれ空所の左側、そもそも二人と書いてますね。で、そのうちの一人はお医者様ということは、当然もう一人は特定できますよね。ですからしっかり特定できているザーがいますよね。ですからそもそも二人いる中で、一人はウニャウニャ。で、もう一人は点点点。その関係を示す場合は、the other。これでバッチリです。それでは、トイレ8番、お願いします。そしてこれ空所の右側に his stay という名詞しかいませんよね。ですから皆さん選択肢の A、while。これ皆さん接続詞でございますので、後ろは SV が必要ですからね。ですが今回名詞でございますので、残りの選択肢 BCD。これであれば全部前置詞でございますので、後ろ名詞 OK ですね。で、トイレさん、京都に滞在している期間、間の話でございますので、正解は D の during ですよね。もちろん選択肢の B の with は一緒に。で、C の方は時間の長さですからね。ですから今回はその特定の期間の話でございますので、D が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、トイレ9番お願いします。これも出だしが if I were。この段階で仮定法の過去ではないか。そういうふうに想定ができるかと思います。で、あとはその仮定法で必要な表現と言われたら、もちろん助動詞の過去ですよね。ですからこれはもう形が分かってると一発で D ということでよろしいかと思います。で、皆さん、トイレ10番お願いします。これは空所の左側、look for to。もちろん後ろは ing ですよね。ですから A と B をまず一旦削りますね。で、C と D だったら出だしが ing でございますので、良さげでございます。あと皆さん残った visit が自動詞なのか他動詞なのかと言われたら、もちろん意味は訪問したよ、同行ということですので、他動詞ですね。で、皆さん空所の右側にちゃんと目的語がおりますので、正解は C ですよね。で、皆さん他動詞の後ろにこういう目的はなければ過去分詞ということでよろしかったかと思います。ですから目的語がなければこういう D が正解になってくるかと思います。ですが今日は目的語おりますので C が正解ということでよろしいかと思います。サムさんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報、その中でも次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは1番目、ファインド。このファインド見たらやっぱり狙われる文型は決まっております。やはり第5文型ですね。そして同じような使い方をする表現としてキープやリーブも合わせて押さえていただけると安心です。田辺さん、その解説動画はですね、すでに存在しておりますので、このあたりをちょっと詳しく確認したいという場合はその動画のリンク先、それを概要欄に貼っ付けておりますので、この後お時間よろしければご視聴くださいね。そして2つ目、一頭見たらまずは後ろを確認した方が早いですよ。じゃあ皆さん何を見つけるんですかと言われたら、先ほどの問題では to 不定詞が出てましたね。そして接続詞プラス SV、 これも狙われる可能性が高いですね。でもちろんそういう一頭、仮主語の一頭とか仮目的語の一頭、そういうふうに呼んでおりました。田辺さん、その理屈をご存じない方、その動画のリンク先は概要欄に貼っ付けてますからね。そして3つ目、過去を基準にこれから、そういう内容を示す場合は助動詞 would を使えばよろしいですね。そして4番目、こちらでございます。先ほど問われていた have been to、 うんたらかんたら言ったことがある。そして皆さん、セットでよく問われる have gone to、 これはうにゃうにゃ言ってしまってもうここにはいないという話でしたね。そして5番目、 every time、 皆さん後ろ SV が来ているということに気をつけてくださいね。ですから接続詞としての働きを持っておりますので、その点が注意です。そして6番目、 as の後ろの語順ですよね。 a プラス形容詞プラス名詞、この語順ではなくて形容詞、冠詞、名詞、この語順で問われることが非常に多いですからね。そして皆さん、 as だけじゃなくてあと2つ、so や to も狙われますからね。そして7番目、 be made の後ろの前置詞と言われたら of と from が有名でしたね。さあ皆さん、7番目まで来ましたが、この後皆さんまだちょっと追加する情報ございますので、一旦このホワイトボードの情報を消したいと思います。ですからちょっとパッと見ていただいてですね、知らない情報ございましたらこの後ノートを取っていただけると嬉しいかと思います。ひとまず一旦消しますね。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。8番目は、そもそも2つある場合、一方は1でよろしかったですが、他方、つまりもう一つを表す場合は the other、 これでしたね。そしてそれの派生をちょっと9番目書いてみました。 A もあれば B もある、
もしくは A する人もいれば B する人もいる。そういう場合は some と other のセットですよね。そして other be、 それを一語で others と書き換えることができました。皆さん、現実試験で問われる可能性が高いのは others の方ですからね。そして10番目 during と for で、皆さん1番目 during の右側、特定の期間を表していました。先ほどは his stay、 そういうものが出てましたね。そして2つ目 for の右側は時間の長さ、まあ例えば3 days みたいな感じですね。そして11番目仮定法過去、これも皆さん問われておりましたが、これの解説動画はすでに存在しておりますので、リンク先や概要欄に貼っ付けておきますからね。そして皆さん12番目 look forward ときたら to ing でしたね。そしてうんたらかんたらすることを楽しみに待つ、そういう意味でよろしかったかと思います。で、皆さん先ほどのホワイトボードもそうですが、皆さんなんか知らない情報ありましたらですね、この後ノートを取っていただいて、ノート取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。